ニコライティトレスクは20世紀前半のルーマニア王国の政治家、外交官である。ルーマニアの財務大臣、外務大臣、そして国際連盟総会議長を務めた。1882年、クラヨーバにて弁護士の家庭に生まれる。父親の私有地で幼少時代を過ごす。1900年に高校を主席で卒業後、フランスに留学して法律を勉強する。 エッサイシュールユヌテイオリデドラはイベンチョルズという題名の論文を書いて博士号を取得する。この頃、パリにてフリーメーソンに接触する。1905年、キトレスクはルーマニアに帰国し、ヤシ大学の教授となる。1907年、キトレスクは首都のブカレストに移住する。1912年にルーマニアで行われた選挙の後、キトレスクは 提携ヨイオネスクに率いられ、保守民主党所属の国会議員となる。その5年後には、ルーマニアの首相イオンブラティアンヌ内閣の財務大臣として入閣する。1918年の夏、イオネスク、オクタビアン後がトライアンブやコンスタンティンミレと共にパリにてルーマニア国会委員会を設立する。これは、挙国一致で、 ルーマニア国民の権利を国際的世論で推進することを目的とし、ルーマニアが事実への全権大使的な機関として公式に認めたものである。パリ講和会議では、ルーマニア全権代表としてトリアノン条約に調印している。1927年から1928年にかけてキトレスクは外務大臣にもなっている。小教省やバルカン教省の強化に努めた。 中ロンドン講師にもなっている。1921年の初期、キトゥレスクはジュネーブで開かれた国際連盟の会議にルーマニア代表として出席する。1930年と1931年には議長に選出された。テトゥレスクは国の主権の尊厳、世界中のすべての国々の平等、集団安全保障、大きな国と小さな国とが接している状態で、 お互いが攻撃し合うのを防いで良好な関係を築くため、平和の維持のため、国境の安定を維持するために奮闘した。1936年6月、エチオピア帝国の皇帝ハイレセラシエ一世が、エチオピアがファシストイタリアによって侵略され、占領されたと発言した、というイタリア人ジャーナリストによるおどけに対し、キトゥレスクは大きく反応した。 キトゥレスクはその場で立ち上がり、野蛮人は出て行け、と叫んだという。1936年後半、ルーマニア国王カロル2世は、キトゥレスクのすべての公職を剥奪し、ルーマニアから出て行くよう要求した。キトゥレスクは、最初に、スイスに、後に、フランスに移った。亡命中、キトゥレスクは会議と、新聞記事を通して、平和の維持のための思想の普及を続け、 その後ほどなくして起こった戦争の危険に気づく。ティトゥレスクは1937年11月にルーマニアに帰還し、全国農民党のユリウマニューの努力に貢献した。ルーマニアに帰還できたのはマニューの尽力が一役買っている。同年、ティトゥレスクは再びルーマニアを離れ、フランスに避難する。カンヌにて、ティトゥレスクはファシズム体制となった祖国を避難する。 1941年3月17日、キトゥレスクは長期間患った後、同地で死んだ。祖国ルーマニアに葬ってほしいというのが彼の遺言であった。1989年、ニコライ・チャウシェスクによるルーマニア社会主義共和国が革命で崩壊すると、キトゥレスクの望みは叶えられることになる。パリの弁護士、ジャンポール・カルテロンによる法的な手続きを経て、 キトゥレスクの亡骸は1992年3月14日、ブラショフの聖ニコライ聖堂の隣、ロー・シェイ・ブラサーベアルーノス・ファンタ・エカテリーナ・ボッチに再び、葬られた。ありがとうございます。